人木王皇金氏は、李氏朝鮮第十四代国王、戦争の形質。人木大妃として知られている。本願は延辺康。死後は、明ら性位名列性祝皇祝宗、定人木王皇。金安氏男の娘として、生まれ多くの教育を受けて育てられる。戦争十五年、性質である稲王皇を亡くし、 周囲の反対を押し切った戦争と18歳で結婚、王妃になる。父、帝男は、不印君の称号が与えられた。その後、帝名公師を出産、戦争39年に、栄章王君を出産した。戦争にとって、待望の性質諸生の男子、つまり、嫡男であった。しかし、それは、大きな災難の始まりでもあった。やがて、 人木王公の生んだ、英雄王君を押す小北派と、即室諸星で、人木王公より11歳上の公海君を押す、大北派が、直国王の座をめぐって、争うようになる。戦争41年、四次を決まらぬまま戦争は皇居。公海君が即位し、英雄王君の一派は一掃され、大妃となった、人木王公は、喜び運宮に幽閉され、息子とも離された。公海君六年、 英将王君は、幽閉先の高下等で上殺に処せられ、父、帝男は反逆罪で、賜物の役に処せられ、沈黙王公の親族はそれぞれ処刑やる罪にされた。そして、沈黙王公は代妃の地位を廃され即室の身分に、降格、幽閉先にちなんで、西宮と呼ばれ、理事選や金スケクソをはじめとした、航海君一派によって部別されて六年間を過ごした。その間、 人目王公付の助官が、その幽閉生活を後世に伝えるため、期中日記を執筆し、後に宮廷文学の古典とされる。公開君15年3月、宮廷クーデターが起こり、人目王公は、綾明君を押す、成人派によって、救出、解放されたと同時に名誉を回復。そして、公開君は、廃位され、大北派の中核だったり次戦と、 キンスケクソはそれぞれ大逆罪で処刑された。ジ木王公は公開君に対して殺意を覚えるほど激しい憎悪を抱いたと言われる。人祖10年、48歳で逝去した。ありがとうございます。